まだ4月ですが、今日は各地で7月上旬から8月上旬並みの暑さとなりました。三条市では 32.5 度と全国一番の暑さとなるなど、各地で真夏日になりました。こちら長岡市では半袖でいても少し外で動いているだけで汗ばんでくるような気温となっています。高気圧に覆われ各地で気温が上がった県内、新潟市では日傘を差して歩く人の姿が見られました。日中の最高気温は三条市で 32.5 度と全国で一番の暑さに、次いで長岡市で 31.4 度、関川村下関で 30.8 度などと7月上旬から8月上旬並みの気温となっています。朝起きた時点からすごくちょっと暑くて、その暑さでちょっと起きたレベルの暑さですね。今日ちょっと前まではもう長袖だったんですけど、もうだいぶ今半袖にちょっと羽織るぐらいじゃないと、もう暑くてちょっと外出てらんないですね、はい、日よけもそうだし日焼け止めも、はい、欠かせませんね。明日の県内は気圧の谷や湿った空気の影響を受け、気温が今日より5度近く下がるところがある見込みです。